洋造新は、中華民国期の新疆の政治家。字は、金江神、古衆。首長に、他祭文集がある。軍僧の洋造新フーズフーイン、チャイナサードエド。洋造新は、1889年に神詞に、合格した後、官粛省が周知州となり、当地のムスリム問題の処理に当たった。新疆不正史の王熟スノキの推挙で、 新疆の陸軍学童総弁に任命され、アクスールムチバルクル等の地方長官を歴任した。1911年に侵害革命が起こると、新疆の肝心の間でも、宇太郎会に浸透した革命派が反乱を起こした。革命派は、イリでは前入り将軍の幸福を担いで軍事政権を樹立した。これに対し、新疆省庁の延滞家は、 傭造神の政治経験と軍事力を見込んで、彼を、サギケ・家ゼ絶氏に任命し、ムスリム兵士の訓練に当たらせた。後に、延滞家が新疆を追われた際には、傭造神は特軍に推薦され、ハミのムスリム反乱や、各地の歌老会や、農民の反乱の鎮圧に当たった。一方で、傭造神は、イリの革命政府と和平交渉を行い、巧みに、 イリ政権を自勢力に取り込んだ。洋造新は、新疆の実権を掌握し、北洋政府から新疆省の支配権を認められた。1928年には、南京国民政府から新疆省庁に任命された。洋造新は、事実上新疆を独裁的に統治し、反対派を弾圧した一方で、新朝時代の統治制度を維持し、 新疆に政治的安定をもたらした。新疆は、新朝時代より戦略的用地として、イギリスとロシアの間で争奪の対象となっていた。洋蔵神は新疆を統治した時期は、中国は各地の軍閥による内乱状態にあり、新疆の情勢に介入することができなかったため、洋蔵神は独自に英露両国と外交交渉を行うことができた。 要は、ロシア国境地帯の佳境の保護権や、英露承認の納税問題等で中国側の権益を確保しただけでなく、ロシア革命後は、ソビエト政権の承認と引き換えに通商条約の平等化を要求、また、イギリスに対しても最恵国待遇の削除を要求した。ロシア内戦中は、新疆に侵入したロシア白軍勢力を追放して中立を維持し、 新疆の安定を確保した。内政上では、無意、しかも治むの原則を唱え、賄賂の廃止や、官僚機構の統制などの財政改革を行い、財源の確保に努めた。また、カザフ人部族長らに、軍王、米政、大事等の新長の称号を与え、彼らを懐柔する一方、少数民族の各集団を相互に牽制させ、反乱を防止した。また、 イギリスやオスマン帝国の先導工作により、ムスリム住民が反乱を起こすことを恐れ、外来の宗教勢力の浸透を極力排除するよう、努める一方、伝統的イスラームへの干渉を控え、伝統宗教による社会秩序の維持を図った。ウシンは、1928年7月7日に、当時の軍務庁長,長、外交所長であった、ハン・ヨーナンらにより暗殺された。 金主人は、藩ナンを逮捕、処刑し、信教の実権を握った。洋蔵神の暗殺は、藩ナンと金主人の凶暴であったとする説のほか、外猛古での成功に習い、続けて、信教独立、新疎傀来政権重立、干渉国家を目論んでいた、ソビエトクロマク説もある。ありがとうございます。